シチューを作る一番のコツっていうのは、いい鍋を使うっていうことです。私の一番好きな鍋はルクルーゼなんですけれども、やっぱり可愛らしいし作ってても楽しくなるっていうのも一つなんですけれども、ちゃんと計算して作られているので、ルクルーゼの鍋はすごくおすすめです。最初にお肉を焼いていきます。しっかりめに塩コショウします。この音が鳴っているっていうことは、もうフライパンが温かくなっているので、これぐらいフライパンを温めておくといいと思います。ルクルーゼの鍋は厚みがあって熱通りもいいので、上手にお肉を柔らかく作っていってくれると思います。両側にいい色がついたものから、今度は鍋の方に一つずつ入れていきたいと思います。ではお肉を焼いたフライパンの中に赤ワインを入れていきたいと思います。だいたいボトルの4分の1ぐらいの量を入れていって、煮詰めてる間に今度は野菜を切っていきましょう。あとは蓋をして煮込むだけです。で、ルクルーゼのいいところとしては、蓋がすごく重いので蒸気を全然逃がさないっていうことと、保温性が高いので煮込み料理には最適だと思います。デミグラスソースを入れて、じゃがいもを入れていって、あと20分間煮込めばもう出来上がりになります。煮込んでる間にサラダの方を作っていきたいと思います。ルクルーゼのお皿に盛り付けていきましょう。今日はちょっとグリーンの色を選んだんですけれども、色もいっぱいあるので料理が一旦楽しくなって美味しそうに見えるかなと思います。シチューを煮込んでいる間に鍋でふっくら美味しいご飯を炊きます。熱通りがいいココットならオーブン、IH、レンジ、直火に対応した料理が簡単にできるのも嬉しいですよ。ルクルーゼはデザインもすごく可愛いので、デザートを盛り付けるにもすごい綺麗に仕上がります。お肉もすごくルクルーゼで煮詰めていったので柔らかくなっている感じがします。やっぱりいつもと違うお皿とか鍋とかを使っていくと、もっと料理が楽しくなるのと、テーブルもすごい爽やかになって雰囲気がいつもと変わってくると、食べてる時間とかも楽しいと思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。